試合に先立ちまして、ただいまより始球式を行います。本日の始球式は、新中学1年生女子野球選手、ピッチャー三宅花選手、キャッチャー西岡咲希選手に務めていただきます。守備位置から他の女子選手たちも見守る中、今シーズンの第1球目を投げていただきます。ありがとうございました。三宅選手、西岡選手、そしてそれぞれの守備位置から駆け作ってくれた女子選手の皆さんに、今一度盛大な拍手をお願いいたします。いよいよ2023マツダスタジアム開幕戦、プレーボールです。